春風、鈴子でございます。ということで、少し間が空いてしまいましたけれども、このとこちょっと撮影立て込んでおりまして、あちこち行っておりましたけれども、えー、ちょっとね、面白い撮影を、またね、カメラマンとして行ったんですけども、えっ、ー、とね、何かというとですね、千葉県館山市にね、ゆかりの、えー、青木茂る。まあ、この名前聞いただけで、誰かわかる人は、まあ、白色でございます。なんていうか、まあ、あのー、 俺ら世代だと美術の教科書には載ってた絵かな。まあ、えっ、ー、と、日本の洋画家の、まあ、草分けというか、まあ、初代文,文,文化財になったという、洋画でね、文化財になったということで、まあ、教科書になってんだけれども、まあ、その、立山の、まあ、ちょっと日露戦争の時なんですけど、描かれた絵ですね。あの、まあ、その、 青木茂が伯の痕跡をたどってですね、縦山を巡るというのの、まあ、ほんのほんのちょっとだけね、あの参加したんですけども、まあ、その中で今回はですね、まあ、ドキュメンタリー、ドキュメンタリー映画だね。なので、まあ、現存している関係者の方にお話を聞いて、それが研究家の方にお話を聞いて、当時、 どんなだったのみたいなお話を、ま、いろいろ聞いてくるのを、春風涼さんが、まあ、えぇ、ー、キャメラでいろいろ、えー、追っかけていくというのを、まあ、一日撮ったんですけど、今ちょっと調べてみたら、あれだね、えー、青木茂1880年、明治15年、7月13日生まれ。あ、俺も7月13日生まれだ。なんかそんな、ゆかりがあったのか。全然わかりませんでございましたけど、どうでもいいですが。まあ、あ ということで、えっ、ー、と、当時の、まあ、立山のね、メラと、えー、布という字に、えー、よしと、良いという字を書いて、メラという場所なんですけれども、ちょうどね、まあ、立山の、えー、太平洋側だね、先っぽからちょいと、太平洋の方へだから、ちょいと、ちょいと下回った先っぽ、えっ、ー、と、須野崎っていうのがあって、その先からもうちょっと行ったところあたりなんだけども、まあ、 えっと、広瀬涼子ちゃんのなんだっけ、ウォーターボーイじゃないなんだっけ、なんかドラマあのー、のロケ地にもなっておりましたな。まあ、今でもね、その明治の時と変わらぬ風景がそのまま残って,て、っていうのはね、崖が、崖っていうかそんな高い崖じゃないんだけど、あの、車があんまり入りにくい感じの地形なので、えー、開発がそんなに進んでない。で、海っぺらもね、岩場なんですよ。で、砂浜もあんだけどね、岩場が多くて。 っていうところで、まあ、実はね、あのー、あの、日露戦争の時にはですね、海軍のね、基地になってた街でですね、えー、軍人も多かったんじゃないかな。それで、意外とね、あのー、ロシア艦隊がさ、あの、もう、東京湾に入ろうとしてたんだね、あの、当時の記録を見ると、あのー、 その、東京湾の入り口ぐらいまでバラチック艦隊なのかなぐる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 行ったり来たりしているのを、まあ当時のその、えー、その立山にいた、まあ日本軍がですね、まあ防御してだと、入ってこれないようにしてだというような感じだったらしいですよ。で、203高地っていうのがまあ有名ですけども、まあその地形にちょっとね、あの、山のそのメラのあたりの形がよく似ていて、 それでどう攻略するかみたいなの,のシミュレーションをやってたりとかも、もそれから、まあ、あの、監視塔があったりね、というような土地だったらしいですよ。で、そこにちょうど戦争始まりますせ、みたいな時に、えー、青木茂るほか、えー、都会のお坊ちゃま連中が来て、えー、いろいろそこで青春してたという、まあ、だから、 ね、第二次大戦2ともっとなんか暗い感じだけど、なんかね、ロシア、だから日露戦争の時はもうちょっとの,のんびりとは言わないけれども、職業軍人が頑張って、まあ庶民は、まあお手伝いしててみたいな感じらしいね。なので、まあそんな話を、はるかさんは、えー、どういうシステムで取ったかというところが、えー、ポイントでございます。 ということでですね、使った機材はですね、これ、E1。そして、えー、ちょっとまあこれも使ったんだけど、多分この、これで使ったカットはちょっと使わないだろうな。ちょっとまあ、お話が始まる前のあたりの風景ちょっと撮ったりしてたんだけど、まあこれもあって。で、それからこれ、えー、14mmF1.8GM レンズ。それから、VF のね、75mm を結構使いました。という感じでしたね。で、一応ね、まあ、 こう、学者さんが喋って、この辺はこうでああでってこうやって説明してるところに対して、まあ、ほぼ14ミリで、まあ、腰、要するにその先生の肩腰に海を見てるとか山を見てるとか、あの山はなんて山であそこに何があってみたいなことを、まあ、両方一遍に成立させるのが、まあ、このレンズですね。 で、当然、ぐっと寄ればですね、あの、背景をぼかすこともできますので、なので、一応、まあ、ああのー、全部の話を聞くかどうかはあ、使うかどうかは全然わかんないんだけども、ワンオブゼムなんでね、話の中ではね。あのー、なので、一応ね、腰、つまり背中から取って喋ってるのを取ってんだけど、そうするとね、 あの、そのカットは、声を差し替えることができるんだね。ちょっとビブリが変わる場合もあるんだけども。なので、あの、腰の絵はですね、えっ、ー、と、背景がキリッと、要するに、えっ、ー、と、ピントを F11 まで絞ってですね、ピント深くして、背中にもピントが合ってるし、えー、風景にもピントが合ってるよっていう取り方と、えー、解放にして、人が、えっ、ー、とー、 ピントが来てて背景がボケているよいうイメージの2種類を、えー、撮ってました。で、それは話の内容に応じて、臨機応変に、まあ、ここまで喋ったからちょっと変えようって言って、それがですね、やっぱりね、この E1 はここのボタン1個でボケをコントロールできるからね、変えられるからピッ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 変えられて、すごく良かったです。あの、とってもいい感じに、あの、ボケをコントロールするができてね。まあ、やっぱりね、 この1 4ミリとのセットで使うのが、まあ、とってもドキュメンタリー的にはいい感じ。でもその一方で、えー、あの山だけ撮ってくれ、この山だけ撮ってくれっていう切り抜きのインサートに対しては、やっぱりこのレンズは、えー、非常に難しかったね。あのー、やっぱりズームレンズがそういう時は欲しくなっちゃうんだけども、一応ね、4K で撮ってくれって言われてたんだけど、4K だとデジタルズームが1.5倍しか効かないから、1.5倍じゃ、 ね、20ミリちょっとしかないから、全然、なんていうのかな、14と20ミリちょいとっては、全然もう効果あんま変わんないから、えー、申し訳ない、もう HD にさせてくれよみたいな、もう勝手に HD にしてんだけど、俺が。勝手に HD にして、で、2倍まで行くと、すとまあ28ミリまで行くわけだから、すとまあまあ、なんとかなるかなって。それで、まあ HD で撮って、 え、ずっとまあインタビューで、その、今度は座って、あの、資料を広げながらみたいなのも、寄ったり引いたりが、3段階、ペンペンペン、ペンペンペンって、あの、ズーム、ズームっていうか、あの、スイッチでズームね、パッパッパって切り替えながら撮ってましたと。で、いわゆるズーム効果っていうのは、ほぼ使わなかった。あのー、難しいね、やっぱりそこはね。で、 えっと、いろんな山の切り取りなんかは VAF の 75mm を使ってました。ょっと山一個切り取り、このえ、この辺切り取り、この辺切り取りみたいなことができるんで、まあいいかなと。ただやっぱりね、もうちょい長いレンズを持ってってあげた方が山の上からあそこが、あの、滞在してた家ですよみたいなところが、俺のカメラじゃ全然追いつかないから、まあ忘れてたね、この、ときなあの SZ を 300mm 持ってくればよ,っ持ってけばよかったね。これ1本あったら全然その辺はうまくいっちゃったね。っていう反省ですね。なので、まあ通常ね、こういう撮り方っていうかこういう作品の場合には、当然のことながら、あのー、あ、レベルが高かった。レベル高いまま喋っした。<laughs> よくこいしょ。音が悪かったらごめんね、さっきまでね。あのー、当然のことながらですね、あの、普通にまあズームレンズ持っていくべきだったんですよ。 それは分かってたの。あの、だから本来であれば、この、こいつ持ってった方が良かったですよ。2ッパ135ね。これと、まあこれで良かったかもしれないね。この2本あれば、まあ大体うまくいったっていうか普通のドキュメンタリーとしては成立したと思うんだけども、まあただまあ映画なんでね、テレビじゃないから映画っぽいっていうところでやっぱり単焦点の味をちょっと監督に あのー、出してあげたかったなっていうところがあってちょっと単焦点系のレンズの味を付け加えましたとさっていう感じただまあ、あの他にカメラマンねあの林さんってまあ名カメラマンがあの他の絵はずっと撮っててたまたまちょっとスケジュールの都合で俺があの要するにね 翌日が本ちゃんのいろんな映画の撮影、あの、シーンだったんですよ。で、一日前にたまたま学者先生とアポが撮れたんで、えっ、ー、と、急遽撮影が入ったんだけど、撮影部隊は来れないってことで、 で、俺がたまたまその前日にですね、あの、この立山で撮影してるってことで、立山市長に監督が挨拶に行きたいって話になって、で、たまたまその今の市長がですね、森さんつって、俺もう昔からの仲良しだから、だったら俺一緒についてってあげるよっていうだけの話でそもそも、 あの、市長に会いに行くっていうことで、あのー、開けてたんですね。あのー、昨日ね。あのー、おとといか。あのー、開けてたんですよで。で、たまたま学者先生が、まあ、普段体調悪い先生が今日は元気だから、あのー、一緒に待ってみましょうみたいなこと言ってくれたらしくて、じゃあじゃあっていうことで、俺が、まあ、午後から3、午後から、あの、夕方、あのー、市長に会いに行くっていう予定だったんだけども、午前中からじゃあ撮影しましょうってことになって、急遽、 カメラ何かついていくかもなんか適当になっちゃったんだけども。で、マイクはね、一応その中華製の、えっ、ー、と、無線マイク、ちょっと新しいやつね、あの、持ってってたんだけども、まあ、なんだかんだ言ってちょっと忙しい感じだったから、あの、別、ま、にマイク仕込んでもよかったんだけど、まあ、またいつもの通り、えっ、ー、と、ECM、B 版 M つけて、えー、インタビューに臨んだと。いう感じでしたね。 まあそちらはちょっと臨場感があるからいいんじゃねえかなという配慮なんだけど、ちょっとそれはいいか悪いかわかんない。一応合格点は取れたんじゃないかという気はします。でね、まあやっぱりですね、まあ、このカメラの起動性、そしてまあこのレンズの、まあ、良さっていうところはよく出たとは思うんだけども、やっぱりまあこれは俺がまあなんちゅうのかな、長年こういう撮影してっから、 その、なんていうのかなあの、こ、これだけでもなんとか取れたって言った方が正しくて。まあ、普通に考えたらやっぱりズームレンズ使うべきだよね。で、じゃあ何ミリのズームレンズがいいのって言った時に、一応まあ、さっきから出してるこの、えー、っと、日発135、これ一本あれば大体まあ、 何でもできちゃうから、それでいいんだけど、で、効果が足りない分をこの単焦点で補うっていう話でいいんだけど、まあ、それもなかなかお高い世界じゃないですか。えっ、ー、と、日ッ135は30万円のレンズでしょ。で、これは20万円弱、88万円ぐらいのレンズで、2つで50万相当になっちゃうから、それもまた、 説明話になっちゃうんで、まあ通常であれば、2070? 今回出た2070があれば、まあ、いけたかな。まあちょっとね、望遠が足りないは足りないんだけど、えー、そうね、だから、 2072、うん、20 7200だっけ ?7300 だっけぐらいの。まあ、ズーム2本っていうのがまあいいかな。ただし、シネマ的なこう背景ボケみたいな面白い絵を撮ろうと思って、やっぱり単焦点1本。まあ、35ミリか40ミリぐらいのものを1本持っていくっていう考え方の方がベターかもしれないね。で、まあ、えっと、この間からこの使っております、この、いや、いいよ、この、 あの、焦点工房のこのヘリコイド付きマウント。これ、はなぁ。まあ、とにかく、ライカでものすげえ寄れるから、まあこれ何でもマクロレンズになっちゃうんで、これはいいね。だから、これは本当に重宝。どういうふうに使っていくかっていうと、まあ、例えば無限に、元のレンズを無限にしたまんま、 このヘリコイド、あのー、アダプター側だけで全部やってもいいね。すと無限から、まあ、最短が5、えっ、ー、と、20センチぐらいかな。ぐらいまではわれちゃうからね。まあ、さらに、レンズの方のヘリコイド回してやれば、もう、もうちょっと十0センチ、レンズ前10センチかに、15センチぐらいまで寄れちゃうから。いや、まあ、いいね。だから、あのー、もうちょっと言うと、レンズ側のヘリコイドの方が、ピントリングの方が、すごく、 えー、こ、ゆっくり動いてます。あの、ゆっくり動くっていうのは変化量が少ないですね。だから、正確なピント合わせができる。で、ヘリコイド側の、えっ、ー、と、ピントリングはぐんぐんって動くから、まあ、大雑把に合うというかね。もちろん合わせられるんだけども、あのー、ちょっと大雑把感があるね。大味になってるね。あのー、ただまあ、あの、35ミリとかぐらいだったら全然いいね。これがまあ、50ミリとか、 ね、あの、9 0ミ、mm、リとかなった時にちょっと後ろの動か、変化量とピントの量が動く量はちょっとどうなるのかわかんないけれども、あの、まあ、ちょっとやってみた。で、一応ですね、あの、ニコンの、この、えっ、ー、と、50mmF1.2 このレンズもお気に入りなんだけども、まあ、なんかあれだね。 あの、安部さんは、あの、これと同じレンズ買ったけど、フレア出ない出ないってったけど、俺的には結構フレアが、まあ、これほどは出ないけど、まあ、今のレンズに比べりゃ全然出るかなという気はしますけれども、あの、まあ、これが、今、えー、っと、ニコン F マウントから E マウント変換のこのアダプターがついてるんだけど、これをやめましてですね、 えっと、明日届きますけれども、ニコン F から M マウントに変換。だから M マウントに、要するに、えー、っと、アダプターに,に2個がかましで、明日から運用しようかなと。そうすると、まあ、このレンズでも、これでもまあ、最大は50センチだったかな。50センチなんだけど、そっからさらに寄れっから、レンズ前10センチぐらいまで寄れるようなんだろうね、多分ね。あのー、 ほんと、また、それはそれで楽しいかなと思います。ただし、ただしですよ。あの、今時レンズと違って、まあ、このレンズもそうだけど、全軍繰り出しでしょ全軍繰り出しっていうのは、あの、中身が全部こうやって一緒に動いていくっていうのを全軍繰り出しとて言いますけれども、そういうピント合わせの機構、それからこいつもそうですね。これも、あの、全軍繰り出しになってるわけだけども、で、そういうの、もしくは全軍でないとしても、後ろのアダプターで距離を変えちゃうってことは、 結果的には全軍繰り出しってなりますよね。全軍繰り出しってことは何が起きるかっていうと、ブリージングするってことです。あの、全部のレンズがぐーっと動いてピント合わせするのは、大ブリージング大会になっちゃうから。まあ、実はこのヘリコイド付きアダプターでやると、動画的には使いにくくなっちゃうんだけどね。逆に言うと、その、えー、ブリージングするよってことを前提で計算して、 えとやななきゃいけないけよってことにはなります、まあ、ただまああのオールドレンズなんでねまあそれもそれでいいんじゃねえのっていう気はしてるね。ということでまあ最終的にあのドキュメンタリー映画を撮るにあたってどんなのがいいのって言った時にまあ今時ズーム今時単焦点使えばすげえくっきりいい感じには ますテレビ的な感じでねだけどまあ映画的にすると思ったらまあなんていうの色転ばしていくみたいなまあガンマ変えていくみたいな感じのまあだから、えー、俺の大嫌いなログ撮影まあログ撮影大嫌いなわけでもないんだけどめんどくせえあのログ撮影にするのかあのなんかねあのラッと当てるのかみたいなことで。 まあ、こっちの世界はなんとなく動かしていくしかないのかもしれないね。まあ、ただ、えー、シネマティック v ログモードでドキュメンタリーシネスコで撮るってことだよね。で、撮った方が面白かったんじゃないかなというふうに原風鈴氏は思いますけれどもね。あのー、まあ、それに対してこのオールドレンズ。 をうまく使ったドキュメンタリーっていうのもなかなか面白いんじゃないかなっていう感想を持ちました。ということで、オールドレンズと今時レンズで、えー、ドキュメンタリー映画のワンシーンというかね、ワンコーナー、えー、撮らさせていただきましたけれども、面白かった。とっても面白かった。ただやっぱりこのレンズがすごい活躍する。たっけえけど、やっぱりこれが一本あるだけで、全然違う。あの、迫力が違うから多分まあ、 あの、後で褒められることは間違いないし、というふうに思います。ということで、春風鈴士さんの、えー、今回の撮影のお話を、久々のにぎにシぎーにぎバックで喋ってみました。ということで、春風鈴士でした。